気分がドッキーな、行こか。うん、私と義経さんは法律を教えてもらっています。すごくわかりやすくてためになるよ。今度君も一緒にどうだい。わかった、次の授業の日に誘うよ。共に高みを目指しましょう。それじゃバビロニアに行ってきます。はい、今日はお勉強の日なんです。ハムラビさんに教えてもらうんですよ。はい、私だって頑張ってますから。お兄様もいらっしゃいますか？見ているだけでも楽しいと思いますよ。義経さんとアショウカさんは法律の勉強会メンバーです。今日はいらっしゃいませんよ。あ、今日は料理勉強会の日なんです。メンバーは私とワイナカパックさんとツタンカーメンさん。はい、法律についての勉強会はまた別の日です。あ、ごめんなさい、お兄様、法律の勉強会のことをおっしゃっていたんですね。ええ、もちろんです。ハムラビ先生、今日のお料理は何ですか？そうですね、せっかくですし、おのおの好きなものを作ってジパング王に召し上がっていただくのはどうでしょう。では一口料理限定にしましょうか。スプーン一つに入りきるサイズのお料理ということで。面白そうですね、賛成です。お兄様の胃袋をつかむチャンス。他の人に差をつけるためにここは最上級ステーキを大盛りで。そうでした。頑張ります。できました。じゃがいもニョッキのフリッターです。どうぞ。よかったです。私はいりこ魚のアマランサスアイです。お口に合うといいのですが。プチプチはインカの流穀物アマランサスです。私は一口肉じゃがを作ってみました。
それはそのさつまいものつもりが間違えて紫芋で作ってしまったからです。やり直すと材料がもったいないですし。では失礼して。生クリームを添えたさくらんぼのビネガーコンポートです。かわいい。さすが半村美さん。キラキラしてます。すごい。疲労回復効果もあるんですよ。恐れ入ります。それがそのあ、実はですね、みんな予定とは違う感じに。スタンカーレンさんはフライドポテト、ワイナカパックさんは小魚の佃煮、私は普通の肉じゃがを作ろうとしていたんですが、半村美さんが上手にサポートしてくださったんです。そうしたらより手が込んだ料理に進化してました。私たちに教えてくれながらご自身も一品作ってるんですよ。すごすぎです。そんなことはありません。皆さんが頑張ったから美味しく出来上がったんですよ。これからも一緒に腕を磨いていきましょう。はい、はあ、私もいつか半村美さんみたいな立派な女性になりたいな。ここにいますよ。武器探面白いことしてくださる。待ってのお宝。少し待ってください。ゆっくりしていってね。舞踏会を始めましょう。王子様、ご褒美。ラブリー。これどこだ。上司、お仕事。果物。おっす。まか、荷物はこれで大丈夫かな。こちらが安倍の生命のお店ですか。何やら怪しげなものがたくさんですわね。おこしやす。ちょうどええとこに来てくれはりました。町に呪物を受け取りに行きたいんですけど、ちょっとお留守番お願いしてもよろしいおすか。むしろこの私マリー・アントワネットに全てを委ねても構いませんわよ。赤い札が貼ってあるもんは特に危険な呪物どす。絶対触ったら飽きまへん。ネロハン、マリーハン、絶対どすえ。あ、
ほな、ちょっと行ってきます。さてと、お店探索開始。ネロちゃんの魅力を100倍にするような魔法の薬とかないのかな。バカね、利用できるものは全て利用するのがスーパーアイドルなのよ。まあ、このお部屋、お酒がたくさんありますわ。なんとかぐわしい香り。このお酒はきっと私、マリー・アントワネットのために作られた特別なお酒でしょうね。あら、でしたらこのマリー・アントワネットが購入すれば済む話ですわね。こちらに赤い札は貼られてませんから、触っても問題ありませんでしょう。魅力が上がりそうな薬ね。ネロちゃん大発見。うん、でも赤い札がついてるよね。ま、ちょっとだけ飲んで後でまた貼っておけば問題ないわね。ドキドキ。確かにそうかもしれません。ですが、私はマリー・アントワネット。庶民の常識など通じません。というわけで、一口だけ。ギャ
るよ。てっ、私の出番だ。真打ち登場ですわ。逃げても無駄ですわ。あの、敵を追い詰めるぞ。いって、この程度で生き返るんじゃありませんわ。待っていたぞ。あげますわ。マリー・アントワネットの力、思い知りましましまいし、なんか、ちょっとジパン君を、マリーなんていいから瓶の蓋を閉めて赤い札を貼り直しとかないと生命にバレちゃうでしょ。ネロちゃんいいこと考えた。この空っぽになった瓶をこんな感じで眠ってるマリーに持たせれば、ほら見て、どう見てもマリーが犯人よ。完全犯罪成立を、ネロちゃん間一髪だったわ。さあジパングオ、今のうちに逃げるわよ。売り物壊した挙句人のせいにしはるって、ネロハーはほんまあかん人どすな。キャハハ、せーべー帰ってくるの早くない？競争が出ましたから引き返してきたんどすな。押したらマリーハンは千日酒飲んだはるし、ネロハンは悪霊寄せの子を割ってはるし、アンサンのはちゃんと悪霊退治してくれはったからじゃらにしまひょ。せやけどネロハンには今からお給水させてもらいます。アンサンはマリーハン連れて先にお戻りやす。マリーハンが飲みはった千日酒、酔いがしばらく抜けまへんさかい、解放頼んますえ。バッチリさせてもらいます。さあネロハン、ちょっと面白いことやってみまひょか。
アイテムですわね。行ってくるよ。お兄ちゃん、また山に行こうと思う。心配してくれてありがとう。だけど今回は違う。普通のピクニック。他の仲間にも何人か声をかけている。よかったらお兄ちゃんも一緒に行かない？やった、約束。なんだ、アルプスの山頂、マッターホルンが目的地だと聞いてなかったのか。しっかりしてお兄ちゃん。大丈夫ですか？どこか痛みます？山酔いの症状が出てるな。ここでしばらく体を慣らした方がいい。休憩しよう。お兄ちゃん、水たくさん飲んだ方がいい。ピクニックにはよくあること。そうですよ、気にすることはありません。ガオヤッホー、ヤッホー。戻ってきた。戻ってきましたね。声が戻ってくる。誰かいるのか？あれは山彦だ。山の斜面や谷に声が反響して戻ってきているように聞こえる現象だな。チェロニモもやる。おお、何これ、面白い。すごく楽しいぞ。すごい楽しい。ああ、無垢な子供のようだな。可愛らしい。おや、誰からだろう。もしもし、ハンニバルだ。うん、そうだ。ああ、そうだな。すまない、わかった。ナポレオンからだ。どうもここマッターホルンの周囲で雪崩が多発しているらしい。空から女性の声が降ってきて、それと同時に雪崩が発生しているらしい。まだ被害は出ていないが、時間の問題とも言っていた。妹としてずっとそばにいる。終わらせたぞ。わかったよ。オッケー。面決着をつけよう。うまくいくかどうか。うん、
いい天気だね。わかりました。行きます。待って、予備作戦会議行ってくるわ。頑張ります。いらっしゃい。困った。こんにお任せください。ちょっと昼間ならよくて。あ、わかったわかった。はい。もしかしばそろそろ。いつでも。はい。お仕事。あたりに。動きが全力で行き。さっさと戦果。で、オッケー。パーッと行こう。チョコレートだ。わかったわ。やってあげる。どうしたの？はい。お呼びですか？さあ、ご指示を。決めきれないのですか？チョコレート。待機、頑張ります。さ、出るわ。しよう。今何かしましたか？はーい、行くわよ。私を止められると思って。この世に切れぬものはなしってね。この子もう私の番。了解、行くよ。斬鉄剣。任務完了ってね。